おはようございます。モークさん、おはようございます。5月17日、朝の電動放送です。おはようございます。太陽さん、おはようございます。まりちゃん、りえさん、いつも姉さん、早く来る方は、それだけ上乾いてると思います。上乾いてるということはですね、すごく、素晴らしいと思います。ひこさん、おはようございます。ゆうさん、おはようございます。皆さん、私たちは本当に大事なものを知ったんですから、その方に、植え替えきましょう。以前はその肉的なことをに植え替えてました。しかし今私たちは本当に、大事なもの、本当に素晴らしいものに植え替えてます。新海さん、おはようございます。眠いのさん、おはようございます。ゆうびさん、おはようございます。私たちは、本当に幸せです。皆さん、幸せなんです。私たちすごい幸せなんです。なぜかというと、幸せをくださる方を求めているからです。多くの人は偶像を求めてますが、幸せにしてくれないよ、呪うようなものを求めています。花さん、おはようございます。多くの人は呪うようなものを求めているんです。例えばですね、分かりやすいのは麻薬ですよね。麻薬を求める人は、麻薬が呪うということを知っていながら、麻薬を求めてしまいます。それと同じように、多くの人は害のあるものを求めています。節子さん、おはようございます。これ国さん、毎日幸せです。アメン。そうです、皆さん本当に確信しましょう。私たちを幸せにしてくださる方を知って、幸せにしてくださる方に求めています。そして幸せなんです。春樹さん、おはようございます。まだ幸せを感じない方は、もうちょっと続けて求めてください。イエスキリストを信じるだけで、イエスキリストを考えるだけで、イエスキリストのそばにいるだけで、油注ぎがあり、その油注ぎこそ幸せなんだ。聖霊様こそ幸せなんだ。そのことを皆さんが、その分かってほしい。肉的な人はなかなか分からないでしょう。しかし、聖霊体験といって、油注ぎを体験する人は肌で分かってくる。肌で分かってくるということになります。シャンさん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日はですね、デビット・テイラー実行委員会がありまして、で、デビット・テイラー実行委員会に行きます。で、その後、実はですね、慰安婦問題を扱った映画ができたという話をしましたけど、主戦場という映画なんですね。主というのは、主な主という、戦場は、戦争する場所。主戦場という映画ができました。で、早速今日ですね、夜見に行きたいと思いますが、放送も、夜の放送もする予定です。その夜の放送をした後に、映画を見に行きます。その映画を見る前に放送しますから、その映画の感想はちょっと言えませんが、明日の朝その映画の感想が言えるのではないでしょうか。新緑の美しい朝ですね。そうですね、まだ皆さんにちょっと、景色を見せていませんが、実は、あそこ見てください。あそこちょっと山が見えますよね。あれは丹沢山塊といってですね、丹沢の山がちょっと見えます。あんまり見えない、あんまり見えませんが、ちょっとだけ見えますね。今日は、いい天気ですよ。いい天気で、あの山ね、
なトトロの山みたいですけど、まあ、トトロはあんまり良くないんですけど、トトロの山みたいですね。で今日ちょっと発見したんですが、何を発見したかというとですね、まあ、梅雨ですから、キノコですね。何キノコか分かりませんが、キノコを発見しました。まあ、毒キノコじゃないかと思うんですが、皆さんキノコなんてあんまり見るチャンスないと思うんですが、毒キノコを食べてですね死んだ人もいますから、まあ、知らないキノコは食べない方がいいですけど、景色は相変わらず綺麗そうでしょう。皆さんね、緑をお見せしますよね。この緑とても綺麗です。角部吹きそうですか。ここはですねちょっと住宅があるのでですね、ここはちょっとあの住宅、角部吹けないんですね。おいさんおはようございます。おいさんおはようございます。イエス様に祈れば毒キノコを食べられますか。あの神を試してはいけないっていう命令もありますね。神を試みてはいけない。まあ、あのイエスキリストを信じたら毒を飲んでも死なないという言葉もありますから、その毒キノコを食べても大丈夫かもしれませんが、でも試すことはダメですね。矢尻さんおはようございます。矢尻さんおはようございます。あれガビチョウですよ。ガビチョウ、結構長くさえずってくれてますね。ゆびさん、住宅の皆さんにブワーッとやればいいじゃないか。やっぱ迷惑でしょ、やっぱりね。クリスチャンはね、そのクリスチャンは隣人を自分のように愛さなきゃいけないので迷惑なことをしません。シャンさん、新宿を拝見していると天国を感じます。新宿を拝見していると天国を感じます。角笛を吹く川に鳥がさえずってくれた、アメン。角笛の川に鳥がさえずってる、素晴らしい。はい、それではタイトルいきましょうね。タイトル、本当の芸術、本当の芸術、本当の芸術。絵でも写真でもですね、自然をモチーフとして、まあ、自然のものをですね、あの絵を描いたり、写真を撮ったりします。まあ、特に写真はいろんなね、景色を撮ったり動物を撮ったり花を撮ったりすること多いじゃないですか。まあ、人間を撮ることもありますが、でも考えてみるとですね、皆さん自然、花、動物、人間、これは神様の作品ですよね。つまり写真というのは主に神様の作られたものを撮って、それをまあ鑑賞するわけです。つまり、本当の芸術はそのモチーフである神様の秘蔵物こそ、この本当の芸術だということです。多くの人は勘違いしてですね、その画家の作品を褒めたり、写真家を褒めたりしますが、でもそのモチーフはほとんど神様の作品だということですね。
もちろんその絵の描き方、写真の撮り方、そこにはテクニックがあって、その自然のモチーフをですね、もっともっと綺麗に、そして、その芸術的に撮るということはもちろんあるかもしれません。しかしそのモチーフがそもそも、まあ、神様の作ったものがモチーフですから、そう考えたらば本当の芸術家、まあ、多くの人は自然、動物、花が神の作品だということを、まあ、認めないので、その本当の芸術が分かんないかもしれません。しかし私たちは、この自然、花、動物、人間がですね、神様の作品だということを知っているので、神様の作品だということを知っているので、私たちはその、本当の芸術家、本当の芸術は、本当の芸術は神の作品であり、本当の芸術家は神様だということが分かります。シャンさん、風景の写真を撮る趣味がありますが、それはイエス様からのメッセージがあるのでしょうか。その通りですよ皆さん、多くの人はただ綺麗だから、ああ素晴らしい、綺麗な景色素晴らしい、綺麗な花素晴らしい、綺麗な動物、あ、可愛い動物可愛い、まあ、それで終わっちゃってるんです。それで終わっちゃってるんです、ね、私たちは例えばですね、画家でも、画家でも写真家でも、大体その作品にメッセージを込めますよね。その作品にですね、メッセージ性が普通含まれます。それと同じように、神様の作品、神様の作品にもメッセージ性があるんです。神様が作ったものには全てメッセージがあります。ですからそのメッセージ、神様が作った作品のメッセージまでも受け取ることが本当の芸術鑑賞なんですね。つまり、皆さんはイエス様を信じて、イエス様を信じて自然が神様の作品だということが分かってきました。そしてそのメッセージ性も信仰によって、信仰によってそのメッセージ性も分かってきたんです。ですから皆さんは、本当に芸術を、本当の芸術を鑑賞しているということになるでしょう。奈々さん、おはようございます。ヤシリさん、美しい声と見事な自然、アメン。そうですね、ですから私たちは、自然を本当に楽しむことができます。よく聞きます、クリスチャンになった人がですね、イエス様を信じた時に、はあ、周りが美しく見えるようになった、花が美しく見えるようになった、すべてが素晴らしく見えるようになった、それはですね、イエス様を信じて神が作ったものの素晴らしさが、こう分かるようになったということではないでしょうか。イエスキリストを信じると自然派になります。自然が好きになります。神が作ったものというその作者が分かったので、作者が分かったので余計に作品が、よく見えるのです。シャンさん、最近無性に動物の絵を描きたくなりますが、これもイエス様からのメッセージなんですね。そうですね、だと思います。そして、今日ちょっと皆さんに話したいのは、さらに深いところをちょっと話したいと思いますが、モーカさん、神様が作られたものだと知ると、すべてのものがきれいに見え、恵みにも感謝できるようになりました。アメン。そうですよね、多くの人はなぜ自然があるか、なぜきれいな花があるか、なぜきれい、かわいい動物がいるか、その理由がわからないんです。ただ美しい、かわいい、それで終わっちゃってます。しかし私たちが
神が作ってそこにメッセージがあるとなると、その美しさを楽しむ楽しみがもっともっと深くなります。もっともっと、ね、その神様のメッセージの中に入っていくことができます。ゆびさん、今度牧師も納豆食べながら配信な、なんで納豆食べて配信するんでしょうか。糸を引くところはあまり感じよくないんじゃないですかね。それではですね、その次の話をします。次の話いいですか。皆さん、色形ね、綺麗だと思います。雰囲気、神様の作品には、その神秘的なものがあり、また芸術性があります。その芸術性とは何かということはなかなか言葉では説明できません。感覚が多いですよね。感覚的に、素晴らしい、感覚的に美しい、そういう感覚がありますけど、でも皆さん、実のところ神様の被造物は神の栄光を表しているんですが、ローマ一章にあるんです。ローマ一章に、神の作品は、ね、神の本性が神性が宿っていると言いますが、実のところ人間は最高の被造物です。人間は最高の被造物です。人間の素晴らしさ美しさ、人間の素晴らしさ美しさ、それがですね、自然界の中で一番美しいのですけれども、大事なことはその人間の、まあ、見た目とか、まあ、いろんな肉体の機能とか、それも素晴らしいです。人間の考える力、コミュニケーションを取る能力、人間の創造性、人間の能力も本当に素晴らしいです。作品、素晴らしい作品です。しかし皆さん、もっと素晴らしいのは、いいですか、もっと素晴らしいのは、人間は神様に似せて作られた、神様に似せて作られた、そこにポイントがあるんです。どういうことですか。つまり一輪の綺麗な花も、ちょっと花ないかな、ちょっと 花を見せてみましょう。この花もですね、花も神が作った綺麗な作品です。人間はこの花を作ることはできません。この一つの花でもものすごく美しくできているならば、人間が神様に似せて作られた人間はもっと美しいんです。ところが、いいですか、大事なことは、私たちの本質は私たちの心なんですね。心です。で、神様にも心があって、神様の御心があるんですが、私たちの心が悪魔の心だったら、私たちの心が悪魔の心だったら、せっかくの神の作品である人間が悪魔になっちゃう。人間は神様に似せて作られたにもかかわらず、人間の心が悪魔の心だったら、それは美しいどころかものすごい醜い、ものすごい、まあ、ものすごい汚れてるというか、ものすごい、悪いものになってしまう。つまり神様に似てるからこそ、人間は神様に似せて作られたからこそ、人間の心がもし悪い心だったら、悪魔の心だったら、人間はものすごい悪魔のようになっちゃう。人間が悪魔のようになっちゃう。せっかくの素晴らしい人間が、せっかくの素晴らしい神の作品が、もうそれが乗っ取られちゃう。
乗っ取られて悪魔のようになってしまうということです。それが罪人です。それが罪人です。ところがです、もし私たちがイエス・キリストを信じると、私たちの中にイエス様が入ると、私たちの心が神と同じ心、神様と同じ心になった時に、ものすごい人間として、ものすごい美しい人間になるんです。皆さん、それを知ってください。私たちは神の作品として、神様に似せて作られたものとして、イエス様を信じることによって、イエス様の心を持つことによって、神と同じ心を持つことによって、ものすごい美しい存在になるんです。アメン、アメン。そしてその神と同じ心を持って、神と同じ愛を持っているその美しい人間をどこで見るかというと、十字架で見るのです。十字架は死刑台です。殺されて苦しんでます。もう本当に血だらけで、血だらけで、もう本当に、拷問です。十字架は拷問です。しかし、その十字架にかかっているイエス様を見るときに、そのイエス様は、はい、ごめんなさい、何月さん、ちょっと読めない、赤石タイム、おはようございます、滝月さん、わかんない、ハンドルネームはわかりませんが、その十字架のイエス様の姿、多くの人はわからないでしょう。なぜあんな拷問が素晴らしいのか、あんな拷問にかけられているイエス様の姿が素晴らしいのか、多くの人が、クリスチャンがね、拷問の十字架を誇ってる、その意味が分かりませんが、私たちはその十字架にかかっているイエス様は、見た目は殺されている姿、見た目はひどい目に遭っている姿ですけど、その十字架にかかっている意味、十字架にかかっているイエス様の心、イエス様のなぜ十字架にかかったかという、その意味を知った時に、私たちはそのイエス様の素晴らしさ、イエス様の美しさ、人間として本当に最高の姿、最高の心、最高の行い、皆さん、本当の芸術は十字架にかかっているイエス様だということです。なぜ本当の芸術なんですか？それは神様の御心が行われているからです。神様の御心が、神様の本質が、神様の愛が、神様の清さが、神様の正しさが十字架で表されている最高の芸術、最高の芸術、それが十字架なんです。アメン。すごいでしょう。皆さんは、最高の芸術を知ったんです。最高の芸術を知ったんです。最高の芸術です。シャンさん、私はイエス様を信じるまで花々が綺麗だと思ったことがなかったけど、イエス様を信じるようになって花々を綺麗だと感じるようになりました。アメン。素晴らしい、素晴らしい、素晴らしいですね。アメン。そうです、私たちはイエス様を信じて目が開かれて、 目から鱗が落ちて、 目から鱗が落ちるって聖書から来てる言葉なんですが、
目から鱗が落ちて、いろんなものが見えるようになった、いろんなものが分かるようになった、美しさが分かるようになったわけですね。メイダーさん、私は毎日育てているジャガイモもサツマイモをアーメンしています。ヒットさん、日曜日の礼拝お疲れ様でした。そうですね、昨日、ね、礼拝がありました。皆さん、いかがだったでしょうか。礼拝参加してよかったでしょうか。それではですね、明石タイム行きましょう。イエス様を信じて、イエス様を信じて、ああ、自然は、花は、動物は神の作品なんだ。人間は神の作品なんだ。イエス様を信じて、神が作られたものは素晴らしい。そして、本当に神の栄光、神の創造は素晴らしいということが分かった証し、スタート。モーカさん、十字架によって罪が許され、神の愛、真理を知ることができ、感謝します。十字架を見て、その神の力、神の愛、神の栄光が十字架にあることを、ね、皆さんが知ってほしい、気づいてほしい。そして何よりも十字架を誇ってほしい。十字架を誇るということは、神を誇るということです。神の作品です。作品言ったら語弊があるかもしれません。神の御業です。その神の最高の御業である十字架を、誇ることは、神を誇ることなんです。キューちゃん、本当の芸術が分かった気がする。アメン、アメン。この放送で目から鱗が落ちた。アメン。たまには議論しない。はい、まあ議論したい方はとりあえずですね、スカイプとか、LINE でですね、問い合わせください。いろいろ質問を答えます。個人的に質問を答えますので、放送だとですね、まあ、コメントの質問に答えるしかないんですが、まあ、議論する放送上ではなかなか議論はできません。シャンさん、イエス様を信じて、隣人や犯罪を犯した方々たちを神の愛で愛せるようになってきました。素晴らしい、素晴らしいですね。隣人や犯罪を犯した方々を神の愛で愛せるようになってきた。皆さん、チャレンジです、チャレンジです。でも皆さん、ステップバイステップで、だん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 隣人を自分のように愛せるようになります。ステップバイステップで悪い人を、愛せるようになります。十字架はまさにそうじゃないですか。十字架は罪人のために命を捨ててる姿です。罪人のために命を捨ててる、そこに十字架の素晴らしさがあるんです。ゆうさん、数えきれないほどの種類の花々や季節で、色が変わる山、空、本当に素敵です。神様は素晴らしい方です。花の種類、虫の種類、動物の種類、神様はものすごくバラエティーですね。バラエティーなものを作られました。今日朝ですね、4時に起きた時に、
4時過ぎにですね、空にね、東の空に雲があるんです、ね、雲があるんです。そうするとどうなるかというと、その、まあ、朝日がね、朝日が、まあ、出る前にその朝日がその雲に当たるんです。そしてその雲のですね、普通雲っていうのは上側が太陽が当たるわけですけど、朝日の場合はね、こう太陽が下から出てくるので、その雲の下に太陽が当たるんです。そして、朝日夕日っていうのは太陽の光線がですね、ものすごくこう、なんて言うんでしょうかね、大気の中をたくさん通るわけです。斜めに通るのでね、まあそういうわけで、雲の下が赤く見えるんです。雲の下が赤く見えます。とても綺麗な空でした。これも偶然ではありません。そういう朝日の美しさ、夕日の美しさも偶然ではなく、神様の作品です。神様の作品として神を褒めたたえて、自然を見ようではないでしょうか。ジャンクさん、最もこの世で美しいイエス様を崇められる幸せを感謝します。私はまだまだ罪深いイエス、罪深くてイエス様や聖霊様を悲しませる情けなく小さなものですが、これからもイエス様だけを信じ続けます。ジャンクさん、その信仰が美しいのです。神様が評価する美しさ、今度は、私たちクリスチャンがイエス様を信じて、イエス様を愛する姿、イエス様の教えを守ろうとしている姿、へりくだっている姿、悔い改めている姿、イエス様の皆によって苦しめられている姿、そこに美しさがあるんです。神様が喜ぶものは、私たちは神の作品を喜びますが、今度はですね、神様が私たちの信仰を喜んでいるんです。そしてそれも芸術なんです。本当の芸術、それは神様の作品と十字架が本当の芸術です。しかしそのイエス・キリストのゆえに、その十字架のゆえに私たちが信仰によって歩むときに、神の愛で歩むときに、それが美しいのです。私たちクリスチャンは姉妹の信仰が美しいと感じます。兄弟姉妹の祈りが美しいと思います。兄弟姉妹のその神に対する思い、神様に対する思いが美しいと感じます。それは神様が感じているからですね。神様が私たちのいろいろな信仰を美しいと思っています。シャンさん、苦労はイエス様から与えられた試練なので、喜んで受け入れられるようになってきました。アメン、アメン。試練を喜ぶ、それは神様が、のせいじゃないかもしれないけど、神様が許した試練、神様が与えた試練と考えれば、試練も喜んで受け入れる、素晴らしい信仰です。その信仰は美しいのです。七夕、星にお願いしてはいけません。ジュリアンさん、それはダメですね。皆さんの信仰は美しいのです。皆さんの信仰は美しいのです。ですから皆さん喜んでください、喜んでください。皆さんが信仰で歩むとき、皆さんの祈りが、皆さんの信仰の歩みが本当の芸術なんです。花も美しいけど、人間の
美しさは信仰なんです。人間の美しさは信仰なんです。本当の芸術、本当の芸術、それは皆さんの信仰の歩み、信仰の行い、信仰の言葉、それが本当に美しいのです。それが芸術なんです。それが永遠に残るのです。それが天に記録されているんです。皆さん喜んでください。皆さんの信仰は天に記録されています。そしてその報いを受けます。その、美しさの評価、皆さんの信仰の評価、祈りの評価、それが天において報いとなって戻ってきます。皆さん喜んでください。皆さんの信仰は美しいのです。皆さんの心は美しいのです。神様が喜んでいるんです。皆さんの信仰は本当に神様が喜ばれています。世の光です。皆さんの信仰は世の光です。神の栄光が輝いています。皆さんの上に神の栄光が輝いています。本当の美しさです。本当の美しさです。本当の芸術です。今日の放送を聞いて、ああそうか、人間の美しさは心にあるんだ。人間の心が悪ければ極端に悪く、人間の心が神の心を持っていればものすごく美しいということが分かった。美しい人間になりたい。本当の美しさ、画面ではなく、見かけではなく、この世的な評価ではなく、身分や、資格ではなく、本当の美しさ、本当の美しさ、神様が評価する本当の美しい人間になりたい。イエス様を信じて、神の心が欲しい。そして本当の人間、本当の美しい人間になりたい人、アメンと言ってください。アメン。罪人ではなく義人になりたい人、イエス様に罪が許されて義人になりたい方、アメン。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 リュビさん、イエス様を信じると顔が美しくなりますよ。リュビさん、イエス様を信じると顔も美しくなります。天国行ったら超美人になります。超美人。ヤシリさん、自然の美しさを賛美することは崇拝である。自然の美しさを、ね、を通して神を賛美する、神を賛美することが大事です。自然を賛美してはいけませんね。自然を作った方を賛美しなければいけません。太陽を賛美してはいけません。しかし太陽を作った方を賛美するべきです。天の父様、感謝します。私たちはあなたに似せて作られました。以前は悪魔に乗っ取られて、悪魔のようなものでした。悪魔のようなものでした。せっかく神様に似せて作られたにもかかわらず、悪魔のような存在でした。しかしイエス様、憐れみによってイエス様を知り、イエス様を信じることが許されたことを本当に感謝します。そして今、イエス様の十字架によって、十字架を見上げることによって、十字架を見上げることによって、十字架から愛が流れ、神の祝福が流れ、私たちは清められ変えられました。そして神様の御心が分かったんです。神様ご自身が私たちの中に来てくださって、神と一つになりました。そして私たちはイエス様を持っていることによって、イエス様を持っていることによって、本当の美しい人間、本当の人間になることができました。今アーメンと言った方々が、イエス様を信じて、イエス様を信じて、美しい人間、
神の心を持つ美しい人間となりますように。そして神の栄光を表す人生、神の栄光を表す人生を始めることができますように。祝福してください。彼らの人生を祝福してください。神の美しさを表しますように。神の愛を表し、神の優しさを表し、神の清さを表す美しい人間になれますように。そして多くの方がもっともっと私たちを作った神様を感謝し、神様に栄光を返し、神を褒めたたえるものとなりますように。神を賛美するものになりますように。感謝と賛美が溢れてきますように。賛美と感謝が溢れてきますように。彼らを通して、彼らを通して喜びが溢れてきますように。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。はい、それじゃあ今日の夜、今日の夜はちょっと街中で外配信しなければいけないかもしれません。また夜7時または明日の朝7時にお会いしましょう。良い一日を、美しい一日を。シャローン、ありがとうございました。シャローン、シャローン、シャローン、ありがとうございました。